それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。はい。本日衆議院を解散をいたしました。この解散の理由は、私が政治生命をかけた社会保障と税の一体改革を実現をする際に、実現をした暁には近いうちに国民に信を問うと申し上げました。その約束を果たすためであります。政治は筋を通すときには通さなければならないと思います。そのことによって初めて国民の政治への信頼を回復することができると判断したからであります。予算が国会で通ってもその財源の裏付けがなく執行できない、あるいは身を切る改革は誰もが主張していても国会議員の定数の1割の削減もままならない、そうした決めれない政治が政局を理由に続いてまいりました。その悪弊を解散をすることによって断ち切りたい、そういう思いもございました。私が判断をすることによって懸案であった解散のための環境整備と言ってきた特例公裁法案、一票の格差是正と定数削減、その道を切り開くことができたと考えています。さて、今回の総選挙の争点を語る前に、少し私が昨年の秋に総理に就任して以来の約440日間を振り返ってみたいと思います。一心不乱に国難ともいえるさまざまな課題に、ぶれずに、逃げずに、真正面から同志の皆さんと共に立ち向かってまいりました。ねじれ国会である中で、動かない政治を動かすために、全身全霊を傾けてまいりました。政治を前へ進めようと思いました。大変険しい山でありましたが、その道を一歩一歩進もうとしました。険しい山だった理由はいろいろありますが、何よりも膨大な借金の山、長引くデフレ、いずれも自民党の政権からの負の遺産です。これはとても大きいものがありました。加えて、欧州の債務危機、あるいはさまざまな災害等々の困難もありました。そういう問題を一つ一つ現実的に政策を編み出し、推進をしてきたつもりであります。現実感のある解決策を見出して、国民の皆様に安心をしていただけるよう最善を尽くしてまいりました。しかし、政権交代を通じて成し遂げようとした改革も、そして私の内閣の中で大きな命題として取り上げた、福島の再生なくして日本の再生なしと申し上げましたが、震災からの復旧復興、原発事故との戦い、日本経済の再生、まだ道半ばであります。こうしたまだ道半ばのテーマをさらに前へ進めていけるのかどうか、そうではなくて、従来の古い政治に戻るのかどうか、これが問われる選挙だと思います。かつて郵政選挙のように、ワンポイントの一州で選挙を戦ったこともありました。今回の総選挙の意義は、2013年以降の日本の舵取りをどの方向感で
進めていくのかということです。前へ進めるのか、政権交代の前に時計の針を戻して、古い政治に戻るのか、前へ進むか、後ろに戻るか、これが問われる選挙だと思います。前へ進むか、後ろに戻るのか、5つの政策分野でお訴えをさせていただきたいと思います。第1は、社会保障であります。私たちは、国民の皆様が将来に不安を感じている大きな要因である社会保障を安心できる、持続可能なものにするために、一体改革を成し遂げました。この一体改革は、これまた道半ばです。国民会議を通じて、医療、年金、介護、あるいは子育て支援、さらに社会保障に対する、将来に対する揺るぎない安心を作るために、やり遂げなければならないと思います。一方で、この議論を丁寧にやってきた議論でありますけれども、振り出しに戻そうという残念な動きもあります。私たちは、この社会保障を安定させ、強化をするため、充実するための、そしてその財源として消費税を充てるというこの改革を、やり抜くこと、この一線は決して譲ることはできません。二つ目は、経済政策の軸足をどう置くかという選択であります。自民党は、国土強靭化計画、こうした方針の下で、これからの経済を語ってくると思います。でも、積算根拠もなく、総額ありきで、従来のように公共事業をばらまく、そういう政策で日本が再生するとは思いません。私たちは、グリーンエネルギー革命、ライフイノベーションの実現、農林漁業、中小企業を伸ばす、コンクリートへの投資ではなく、人への投資を重視して、民の力を育む、そして雇用を作り出していく、働くことを軸として、安心できる社会を作っていく、さらに、狭い国内にとどまらず、世界と共に成長をする、世界の需要を取り込む、そのために、国益を守るということを大前提として、守るべきものは守り抜きながら、TPP、日中韓 FTA、あるいは RCEP、こうした経済連携を同時に追求し、推進をしていきたいと考えています。こうした経済政策の軸足をどう置くかも問われる選挙になると思います。3つ目は、エネルギー政策の在り方であります。昨年の原発事故を受けまして、私たちは2030年代に原発をゼロにする、原発に依存しない社会を作る、そのための政策を総動員をする、政策資源を総動員をすること、この方向性を決めて、この方針の下で着実にさまざまな施策を推進していきたいと考えています。一方で、自由民主党はどうか。大きな方向性は、10年間かけて決めると言っています。10年も立ち止まっているならば、旧来のエネルギー政策を惰性で行う、それしかないじゃありませんか。3番目の争点は、脱原発依存、原発に依存しない社会を作る、原発をゼロにしていく、その方向感を持つ政党が勝つのか、そうじゃない、従来のエネルギー政策を進める政党が勝つのか、それが問われる選挙でもあると思います。4つ目は、外交安全保障であります。私たちは、大局観を持って、
冷静に現実的な外交安全保障政策を推進をしてまいりました。その姿勢を堅持していきたいと思います。一方で、強いことを言えばいい、強い言葉で外交安全保障を語る、そういう風潮が残念ながら私は強まってきたように思えてなりません。極論の先には真の解決策はありません。健全なナショナリズムは必要です。でも極端に走ればそれは排外主義につながります。そうした空気に影響される外交安全保障政策では日本が危ういと私は思います。大局観をもって冷静に現実的な外交安全保障政策を推進をする、その覚悟を持って異なる意見のある国があるならば、胆力と度量で相手の首脳と対峙していかなければなりません。強い外交と言葉だけ踊っても何の意味もありません。タフな相手を、タフな相手と渡り合って、首脳外交を担っていけるのは一体誰なのか、それも問われる選挙だと思います。さらに5つ目、これは政治改革です。今回、一票の格差の是正、違憲状態、違法状態と言われて、なかなか正すことができなかった。定数削減は3年前に多くの政党が公約をした。でも実現できなかった。その行き詰まりを打開をするために、おととい、私は党首討論で私の提案をさせていただきました。後ろを決めて結論を得る。それがあって、今回、一票の格差是正と、そして定数削減に道筋をつけること、定数削減ができるまでの間は、議員歳費を2割カットすること、こういう結論を得ることができました。民主党が主導した結果だと思います。どの政党が定数削減に後ろ向きだったのか、どの政党が一番懸命に成し遂げようと努力したかは、国民の皆様、ご理解いただけるものと思います。これからも間違いなく定数削減を実現をするために、そして脱世襲政治を推進するために、私たちは政治改革の先頭に立っていく決意です。世襲政治家が朝領跋扈する古い政治に戻す、そんなことはあってはならないと考えております。ただいま、5つの政策分野における方向感、前へ進むのか、後ろに戻るのか、そうしたお話をさせていただきました。こうした議論を大いにこの1ヶ月間やって、国民の皆様の正当なる審判を得たいと思っています。私たち民主党から公認をされる候補者は、次の選挙よりも次の世代を考えた、そうした候補者が揃うことになると思います。誰がこの国を憂い、真剣にこの国の将来を思い、胆力と覚悟を持って切り開こうとしているか、どういう政治家がそういう思いを持っているのか、どの政党がそういう思いを一番強く持っているのか、ぜひ国民の皆様にご判断を賜りたいと思います。私たちは、前へ進むか、後ろに戻るかという政治選択の中で、国民のために、明日の安心を作るために、明日の責任を果たすために、前へ政治を進めるために、
全力で戦い抜き、これからの4年間、この国の舵取りを民主党が担えるように、全力を尽くしていく決意であるということを申し上げさせていただきたいと思います。なお、この解散をした後に、政治空白は作ってはなりません。震災からの復旧復興は、引き続き万全を期してまいります。切れ目のない経済対策もしっかり講じてまいります。外交安全保障政策、危機管理も万全を期してまいりますことを、改めて国民の皆様にお訴えをさせていただき、ぜひこの点についてはご安心をいただきたいと思います。私からは以上でございます。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。それでは四方さんどうぞ。日本経済新聞の四方です。これから選挙で与党として厳しい選挙戦に臨むことが予想されるんですが、今総理は5つの政策課題ということで、前に進むと恐れるロスということで、期待をしていくということをおっしゃっていましたが、その中でもですね、その争点について、5つの政策課題の中でも、とりわけ優先して訴えていきたい争点については、どのように考えるかということをお伺いしたいと思います。それと党内で慎重論の強いその TPP についてなんですが、その今、言及もありましたが、TPP の推進について、公約などでさらに踏み込んだ表現をして、争点に大きく上げていかれるつもりはあるのか。もう一つ、一体改革についてなんですが、選挙後、一体改革で協力を得たその自民党や公明党、この2党との3党路線をさらに継続すべきだとお考えでしょうか。さらには、連立などの協力体制が必要だと考えていらっしゃるでしょうか。ちょっと多岐にわたるご質問なんで、だとお答えが漏れたら、ちょっとまたご指摘ください。まず最初にですね、争点の話でございますが、前へ進むか、後ろに戻るのかという方向感を決める、方向性を決める選挙だと申し上げました。今、特に申し上げた5つの分野は、その方向感の違いが、いろんな意味で決定的なところがあると思いますので、こういう議論が軸になってくるというふうに思います。その上で、特に経済であるとか、エネルギー、こういうものについては、特に国民の皆様も関心が高いのではないかと思っています。その経済の関連の中で、今ご指摘いただいた TPP についてでございますけれども、これは冒頭の発言でも申し上げましたとおり、これは私の所信表明演説でも、こうした表現をさせていただいておりますけれども、FTARP はこれは内外で合意をされている、まさに目標でございます。アジア太平洋地域において自由貿易圏を作ると。その FTARP を実現をするために、TPP と、そして日中韓 FTA、そして ASEAN も含めた RCEP という経済連携の枠組みがございます。特に TPP については、国益を守ることを前提にしながら、守るものは守り抜くということを前提としながら、TPP の協定について、そしてさっき申し上げた他の2つの日中韓 FTA、RCEP と同時に推進をする、追及をしていく、これが私どもの基本的な考え方です。それが他党がどういう表現をするかは分かりませんので、争点になるかどうかは、これは分かりませんが、私たちの立ち位置は、そういうことで国民の皆様にお訴えをしたいというふうに思います。それから、何でしたっけ。一体改革、大事ですね、はい。一体改革については、これは三党合意を踏まえてやっていくということです。これは選挙の結果がどうなっても、三党間で合意をしていますので、社会保障について、将来に対して国民の皆様に安心をしていただくために、さらに揺るぎない安心にしていくために、国民会議などの議論を通じまして、しっかり結論を出していく、そこには共同で責任を取っていかなければいけないと思います。それが連立云々ではなくて、あくまで三党で合意したテーマについては共同で責任を持つ。あえて言うならば、今回の定数削減も、来年の通常国会で結論を出すことになっていますから、こういうテーマについても共同で責任を負っていくと、そういうテーマはいくつかあるんではないかと思います。それでは次の方、佐々木さんどうぞ。時事通信佐々木です。まずですね、
今回この定数是正と定数削減についてですけれども、この定数是正については来月のこの衆院選では反映されません。で、これはまあ違憲状態で衆院選に入るわけですけれども、最高裁で選挙無効判決もあり得ると、そういう指摘もある中で、での衆院選になりますが、その正当性についてどうお考えになるかということ、そしてまた定数削減についてですけれども、今日3党でですね、次期通常国会での必要な法改正を行うという覚書を交わしました。ただですね、その選挙後の枠組みっていうのが不透明な中でですね、こうした覚書を交わすということは、これ単なる口約束になりやしないでしょうか。でまた総理は党首討論でですね、これは最悪のケースとおっしゃってました。通常国会での実現はですね、この最悪のケースを避けるための努力は十分だったのか、その努力をせずに今日解散したというのは、これは単に追い込まれ解散を避けるだけの方面に聞こえるんですが、それはいかがでしょうか。まずですね、一票の格差、これは違憲状態と指摘をされてきた中で、今回是正をすることが決まりました。もちろんこれは国民の権利が、投票権がきちっと回復するという意味においては、今回の一票の格差是正を踏まえて区割りの審議会が開かれて、区割りが行われて、その作業が終わって確定をして、さらに周知期間が必要です。そこまで完了して初めて国民の権利は回復するんだと思います。それを待つというのは一つの筋です、筋だと私も思います。ですが、私は内閣総理大臣の専権事項の解散は縛られないと思います。そういうことも含めて総合的に判断を、政治判断をさせていただいたということでございます。だから議員定数については、前回の06年の選挙でも定数削減はさまざまな党が訴えています。その公約を守れなかったんですね。今回どの党がさっき申し上げたとおり守り抜こうとしたのか、そうじゃなかったのかは今回見えたと思います。だけれども、今回のいわゆる覚書、これももちろん重たいと思いますよ。高等官の覚書、税と社会保障と税の一体改革だって、こういう覚書を基礎にやってるんです。その覚書があると同時に、党首討論という形で国民の皆さんが見てる前で党首同士で議論をして約束をしたんです。その約束を守ろうとしない政党があったならば、それは国民から厳しく指南されるのではないでしょうか。党首討論という公開の場で約束をしたということの意味は、私は大きいと思います。党首会談で言った言わないじゃありません。国民の皆様が見てる前で約束をしたんです。したがってこれは必ず来年の通常国会でやり遂げなければいけないし、やり遂げられるというふうに思っています。それでは次の方どうぞ。それでは関口さんどうぞ。ご発言の内容の詳細を私が知っているわけではございませんけれども、仮に政府が金融政策の例えば具体的な方法であるとか、あるいは目標を政府が定めていくというご主張であるならば、それはこれまでの我が国も含めて世界各国の共通の知恵であった中央銀行の独立性との関係で問題が出てくる可能性があるのではないかと思います。もちろんデフレを脱却し経済を活性化するために政府と日銀が緊密に連携しなければならないことは間違いありません。したがって私も白川総裁とは何度も膝突き合わせて意見交換をしてまいりましたし、先般も政府と日銀の間でですね、デフレから早期に脱却をするということのために、
共通のお互いにやらなければいけないことを書いて、そして共通の文書を発表させていただきました。こうした緊密な関係を持ちながら、日銀の独立性も担保しながら、金融政策を推進をしてもらう、適時適切果断に判断をしてもらう、そういうことが私は望ましいというふうに考えております。それでは次の方どうぞ。それでは佐藤さんどうぞ。はい、日本テレビの佐藤です。総理おっしゃる通り、いろいろ政策もですね、この総選挙は問われますけれども、もう一つ総選挙はやはり次の日本のリーダー、総理を選ぶわけですね。したがって今日はですね、この節目の日ですので、小田総理 の、 そのリーダー論、リーダーとしての哲学ですね、核あるべしと、もしくはどう考え、リーダーとしてどうあるべきかという、この1年以上日本を引っ張ってきた立場としてどう考えになってきたかというお伺いしたいことは一つと、さらにその自民党の安倍総裁がもしかしたら総理になるかもしれません、もしくは今日最新情報では合流する可能性が高まっているようですけれども、その日本維新の会の橋本さん、さらには太陽の党の石原さん、このお三方についてどう評価されていて、このお三方とは総理はどう違うのかといったところを聞かせてもらえますでしょうか。私はですね、日本の内閣総理大臣というのは、あらゆる政策決定の最終的な判断をする立場ですし、そのことに責任を持つ立場です。大変重たい政治決断が続きます。かつてよりもさまざまな困難な課題がある分、特に国論を二分するようなテーマがある分、重たい政治決断をしなければなりません。で、そのために必要なことというのは、やっぱり熟慮した上で判断をしたら、ぶれずに、逃げずに、先送りせずに決断をする政治、決断をしたら必ず実行する政治、これが求められていると思います。それが今の日本の私はリーダーのあるべき姿です。相当に胆力と覚悟がいります。という中で、じゃあ、安倍総裁、今いろいろお名前が挙がった第三局の動きの方、どの方をどう評価するというのは僭越です。それは国民の皆様にご判断をいただければなりません。今回は2013年以降の、さっき、これからの政治の方向性を決める選挙、前へ進めるか、後ろへ戻すか、そういう話をしました。いくつかの政策分野もしましたけれども、もう一つ問われているのは、今言った観点からの、日本の総理大臣、日本のリーダーを選ぶ選挙です。日本のリーダーは誰がいいのか、そういう観点から、国民の皆様から正当なるご審判をいただきたいというふうに思います。それでは次の方、それでは江川さんどうぞ。江川と言います。原発の問題について伺いたいと思うんですけれども、今その2030年代には原発ゼロという言葉と原発に依存しないという言葉が出ました。この2つはちょっと違うと思うんですけれども、具体的にゼロにするという目標をはっきり出すのかどうかということを聞かせてください。今まで閣議決定などそういうことがなんかその土壇場になるとうやむやになってきたという批判がありますけれども、この点についてもどう思うかお答えください。はい、2030年代に原発をゼロにする、そのための政策資源を投入していく、それが私どもがまとめたエネルギー環境戦略、革新的エネルギー環境戦略です。この方針の下で、さまざまな施策を推進をしていくということであります。これは明確に申し上げておきたいと思います。それでは時間が近づいておりますので、最後の質問とさせていただきます。それでは佐藤さんどうぞ。朝日新聞の佐藤です。これから選挙戦を戦うにあたってのですね、勝敗ラインについてお伺いいたします。先ほど輿石幹事長の方からですね、勝敗ラインについて、比較第一党、あるいはその過半数の確保困難だという認識を、過半数確保は困難だという認識を示されておられましたけれども、総理ご自身、その勝敗ラインについてどのようにお考えになっているのかというのが一つと、どういったその選挙結果になった場合にですね、党代表としての責任を取るのか、この2点について。何よりも
これから4年間、私たちに引き続き政権を担わせていただきたい。この国の舵取り、大事な局面ですから、引き続き舵取りを私たちに任せていただきたい。そう思って勝利を目指して戦います。その勝利は、まず非核第一党になるということが何よりも大事だというふうに思います。それができなかった場合というお話でありますが、そうなるように、今日から戦いですが、私も全国の同志の応援で、誰よりも声を枯らし、懸命にお訴えをさせていただき、多くの同志が当選できるように全力を尽くすこと、その責任を果たすことが今何よりも大事だと思っています。それでは以上をもちまして総理会見を終わります。どうもありがとうございました。